大変お待たせしました。ついにバイクが上手くなるグローブ、ナズバージョンの発売です。はい、元バイク屋のフォアグラさん、略してバイグラさんです。こんにちは。さて、お待たせしました。ついにバイクが上手くなるグローブの夏モデルが発売です。昨年秋発売から12時間で先行完売、春には5倍量の5000個を増産するも残りわずかとなっているあれの夏バージョンです。このバイクが上手くなるグローブっていうアイテムは、装着していることを忘れるかのような操作性と、安心してライディングに集中できる安全性の双方を追求し、かつ多くの方に手に取っていただけるように、ほとんど採算度外視価格で販売しているグローブです。まず誤解しないでほしいのが、このグローブは YouTuber グッズなんかではありません。バイク屋経験のある自分とバイク用品メーカーが共同で開発した正真正銘れっきとしたバイク用品なんです。商品名にバイクが上手くなるグローブとあるように、ライディングスキルの向上のために必要な機能を盛り込んだグローブです。皆さん考えてみてください。ライディングが上手くなるためにグローブに求められることって何だろう。自分の中での結論、それはどのライダーも求めている基本性能である高い操作性と安全性、この2つでした。自分がバイクに乗り始めた頃、バイクのグローブってごわついて邪魔くさいなって思ってました。そして事故や転倒に対する恐怖心もありました。こんなにゴワゴワしたグローブをつけたままレバーやスイッチを操作しなければならないのか。とはいえ、操作性を優先したグローブはプロテクターがついていない。そんな不安からライディングに集中できない。本来のライディングができない。そう、安全性が高いグローブほどプロテクターが多くて操作しにくい。操作性と安全性は相反する性能であるっていうジレンマがありました。しかし20年以上もバイクに乗るうちに、その不満はもう当たり前のもの、仕方のないものとして受け入れるようになってしまい、もはや諦めて疑問にすら思わなくなっている自分がいました。18歳からバイクに乗り、用品も扱うバイク屋で勤務した今の自分ではありますが、操作性と安全性というものは初心者ベテランに関係なく誰もが求める重要な性能です。なんとかしてこの相反する操作性と安全性を高い次元で両立させることはできないか。また多くの人に使ってもらえる、気兼ねなく購入できる価格にしたい。ただの YouTuber のファン向けグッズなんかではなく、元バイク屋、そして一ライダーとしての理想的なグローブを形にしたい。絶対にニーズはある。そう考え、コスパの高いバイク用品を製造販売する横浜のバイク用品メーカーカエディア社の社長に直談判し、発売に至ったわけです。では具体的にどのようにしてこの相反する操作性と安全性を両立させ、かつ低価格で売り出すことができたんでしょうか。この動画では操作性と安全性の両立、価格へのこだわり、購入前の注意点と製品保証と区切って解説をしていきます。まず高い操作性と安全性を両立させたこだわりや工夫から解説をします。その1、天然のレザーを採用しているってこと。この操作性と安全性という観点において、コストはどうしても押し上げてしまいますが、レザー以外の素材は考えられませんでした。なぜならレザーというものは皆さんもご存知のように使うほどに馴染みます。人工的な素材ではないので、同じ生き物である私たちの使用感に違和感がないのは必然です。また意外と知られていないのが安全性。万一の転倒の際に化学繊維の場合は簡単に引き裂かれてしまいますが、レザーは引き裂き強度に優れているので安全性が高いんです。走行中に転倒した時など、アスファルトからの摩擦に強く、引き裂かれずに素肌がむき出しにならないっていうイメージですね。さらにレザーの中でも特に今回採用しているゴートレザーは、軽くて丈夫、そして柔らかいという特徴があり、バイク用のグローブの素材としてもう最適なんですね。特に操作性と安全性を追求する今回のグローブのコンセプトとしては、もうこれ以上適したものはないでしょう。実際このレザーの品質は、オールシーズンモデルを購入された方々のレビューを見る限り、非常にご満足いただけているようです。ぜひオールシーズンモデルのレビューも見てみてください。そしてこだわりその2、夏用モデル専用にパンチング加工を施し、オールシーズンモデル以上に柔軟に感じられるってこと。今回のモデルではしっかりと通気性を確保し、夏の暑さにも対応しています。さすがに化学繊維のメッシュ素材ほどの通気性や涼しさっていうわけではありませんが、レザーグローブとしては快適と言える部類に入るかと思います。さらにこだわりその3、安全なのに邪魔にならない構造とナックルガードの素材。オールシーズンモデルと同様に、今回もナックルガード部分を浮かせたフローティング構造を採用しています。スロットル操作やレバー操作の際も邪魔にならないように設計されています。さらにこのナックルガードの素材も頑丈で高い安全性を確保しているんですが、ガチガチに硬いものではなく、適度な柔軟性も併せ持っています。最後に操作性の良さはバイク以外にも。実は操作性の高さっていうのはバイクだけではなく、スマホに対してもそうなんです。
。初代モデルでは古いスマホやガラスフィルムを貼ったものなどに対して反応が良くないというお声をいただきました。そこで2代目となる増産分からはスマホタッチ部の生地を反応のいいものに変更、かなり操作性が向上しています。こんな感じですね。もちろん機種ごとに相性というのはあると思いますが、こちらはガラスフィルムを貼った iPhone 15 Pro、 そして2016年、つまり8年前に発売となった古いモデル iPhone SE 2でもこんな感じでサクサクです。バイク用のグローブとしてはかなり反応がいい方と言えるかと思います。とここまで本来相反する操作性と安全性を両立すべく盛り込んだ工夫を紹介してきました。では次の章、価格へのこだわりについても解説をしていきます。はい、では価格へのこだわりについて解説をします。皆さん、グローブにいくらまで出せますか？いや、そういうマーケティング的な考え方が良くないんです。そもそもこの商品はバイク乗りとしてずっと温めていたアイデアを商品化したいっていう自分の夢と、新進気鋭のバイク用品メーカーカエディア社の認知度を上げたいということが目的です。実は自分自身、このカエディアというメーカー低価格商品が多かったんで、当初中華メーカーだと思ってました。過去動画においても誤って中華メーカーとして紹介してしまったことがあります。もうそれだけ低価格、社長マジでごめんなさい。今更ながらお詫びします。そう、自分にとってもカエディアにとっても今回の目的は金銭的な利益じゃないんです。だから通常の商品開発とは違い、ユーザーはいくらまで出せるのかではなく、我々はいくらで出せるのかっていう考え方をして価格設定をしています。為替の影響による価格改定もギリギリで抑え、送料込みの税込み5830円です。これだけの工夫、特徴を盛り込みながら、一般的なグローブの中でも低価格と言える部類でしょう。また製造や販売に関するコストを下げる工夫も行っています。まず包装の簡素化、カビな包装は行っていません。紙製のタグと携帯用の袋のみです。それも製造工場が用意してくれた最低限のものであり、追加のコストを割いていません。その分グローブの製造コストに当てています。次に採用するレザーの選定、いくら品質を重視したいとはいえ、5000円台という価格を維持するためには国産のレザーなんかを使うことはできません。2万円3万円という価格になってしまっては、多くの人が手にできない商品になってしまいます。高くていいものは当たり前、安くていいものだからこそ普及し、多くの人が安全にバイクを楽しむことができ、上達もできる。そして自分のチャンネルやカエディアという企業の認知度も高まる。この商品に関してはそこに価値があると考えてます。ですので品質が高いながらもコストを抑えられるパキスタンのゴートレザーを今回選択。正直ただ安いだけのレザーってたくさんあるんですけれども、パキスタンのレザーは高い品質でありながら価格を比較的抑えられるんです。最後に販売チャンネルの集約です。多くの販売チャンネル、例えば店舗販売やたくさんの通販 EC サイトで販売をすれば、それだけ管理コストや流通コストもかかります。当然それは商品の販売価格にも乗ってきてしまうわけです。ですのでこの商品は Amazon だけに限定。そうすることで管理のコスト、手間、人件費を最小限に抑えることができ、商品の価格も抑えることができるんです。特にこの管理流通コストの削減っていうのは、商品の品質には全く影響しないところですよね。こういった積み重ねで、これだけの機能と安全性を合わせ持った商品を5000円台で世に出すことができるわけです。では次、最後の章、もちろん自信を持って販売するアイテムではありますが、事前に知っておいていただきたい注意点っていうのはあります。また製品の保証についてもしっかりとお伝えしておきます。では最後に、購入前にご確認いただきたい注意点と製品の保証について解説をします。まず注意点から、それはサイズですね。グローブは試着してから買いたいライディングギアの一つであると思います。しかし今回の商品は Amazon 限定販売という特性上、事前に試着することができません。また製造上同じサイズであったとしても、若干の個体差が生じる場合があります。数万円のオーダーメイドのグローブっていうわけではありませんので、全ての人が完璧なフィット感を得るってことは難しいです。ですので完璧を求める方には向きませんので、その点はあらかじめご了承ください。とはいえメーカーやモデルごとにもサイズ感は違いますし、今までカエディアのグローブを購入したことがないという方もいると思いますので、対策方法を提案します。まず少し小さいと感じた場合、基本的にはそのまま使用してみることをお勧めします。天然皮革を使用していますので、最初はきつかったり硬く感じることがあっても、徐々に柔らかく馴染んできます。ただあからさまにきつい、小さすぎるっていう場合はサイズ交換を検討してみましょう。この動画の概要欄に Amazon の交換の条件のページリンクを貼っておきますんで、ご覧ください。
費用負担が発生する場合があります。逆に少し大きいと感じた場合、この場合はインナーグローブを着用して調整するのがおすすめです。というよりサイズが合っていたとしてもインナーグローブの着用って結構おすすめなんですね。レザーグローブの場合、インナーグローブを装着すると汗を吸って清潔に使えますし、接触冷感のものだと涼しく感じて快適性も向上します。自分もコミネのインナーグローブと合わせて使用しています。このインナーグローブも合わせて概要欄に販売リンク貼っておきますね。また製品保証についてもお伝えしておきます。このグローブには製造販売元であるカエディア社の保証規定が適用されます。初期不良品はもちろん半年間の保証が付帯します。詳細は Amazon の販売ページメーカー保証とアフターサービスについてという欄をご覧になってください。はい、というわけで夏用のバイクが上手くなるグローブを紹介してきましたが、いかがでしたか？操作性と安全性というのは初心者から上級者まで誰もが求める最重要な基本性能です。この両立だけでなく手にしやすい価格にまでこだわった本気のグローブです。この動画の概要欄に販売ページのリンクを貼っておきますので、ぜひこのグローブでライディング上達しちゃってください。この動画制作時点ではオールシーズン用の一部サイズ一部カラーについてはまだ購入可能となっておりますので、合わせてリンクを貼っておきます。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。